ミシシッピはアメリカ海軍の戦艦、ニューメキシコ級戦艦の2番艦。艦名はアメリカ合衆国20番目の州にちなむ。その名を持つ艦としては3隻目にあたる。ミシシッピは1915年4月5日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港する。1917年1月25日にカミール・マクベスによって命名。 浸水し、1917年12月18日に、初代艦長、JLJ 大佐の指揮下収益した。収益後は、バージニア沖での訓練に続いて、1918年3月22日に、キューバのグアントナモアンで訓練を行うため出港した。1ヶ月後に、ハンプトンローズに帰還、マサチューセッツ州ボストンとニューヨークの間を巡航し、 1919年1月31日に、冬季演習のためカリブ海に向かった。1919年7月19日に、大西洋沿岸から西海岸に向けて出港した。新たな母港であるカリフォルニア州サンペドロに到着すると、ミシシッピは続く4年にわたって、西海岸で活動を行い、冬季間はカリブ海で演習を行った。 1924年6月12日、サンペドロ沖での砲術訓練中に2番手砲塔で爆発事故が発生した。この事故の結果48名が死亡した。1925年4月15日、サンフランシスコからハワイに向けて出港し、対抗演習に参加、その後オーストラリアに親善訪問を行った。西海岸には9月26日帰還し、 続く4年にわたって活動を行い、ハリブ海、大西洋での演習にもしばしば参加した。ミシシッピは1931年3月30日にノーフォーク海軍交渉に入居し、オーバーホールと近代化が行われた。作業が完了すると1933年9月に出港し、訓練を再開した。1934年10月24日に、 パナマ運河を通過、母校のサンペドロに向かった。1941年6月16日にノーフォークへ帰還すると、ミシシッピは北、大西洋の偵察任務の準備を行った。ロードアイランド州、ニューポートを出港し、アイスランドのクバールフィオルズルへ向かう船団を護衛した。その後9月28日に再びアイスランドを訪れ、そこで2ヶ月を過ごした。 真珠湾攻撃の2日後にミッシシッピは太平洋に向かってアイスランドを出港した。1942年1月22日にサンフランシスコに到着、続く7ヶ月にわたって沿岸での演習及び戦断警護に従事した。その後ハワイでの訓練に参加し、12月6日にフィジーへの兵員輸送に出港、1943年3月2日に 真珠湾に帰還した。5月10日にアリューシャン列島奪還のため、真珠湾を出港。7月22日にはキスカ島への砲撃に参加している。サンフランシスコでオーバーホールを行った後、10月19日にギルバート諸島攻略船に参加するためサンペドロを出港した。しかし11月20日にマキンへの砲撃を行っている途中、再び砲塔で、 爆発事故を起こし43名の兵士が死亡した。その後マーシャル諸島攻略戦に参加、1944年1月31日にクエゼリン干渉を砲撃する。2月20日にはタローア島を砲撃、翌日ウォッチェ干渉を砲撃した。3月15日にはパプアニューギニアのカビエンを砲撃する。オーバーホールのためミシシッピは同年の夏を ピュージェットサウンド海軍造船所で過ごした。オーバーホール後戦線に復帰したミシシッピは9月12日にペリリュー島上陸を支援1週間の作戦十字後マヌス島へ向かった。同島に10月12日まで止まっている。マヌス島を立ってフィリピン攻略戦に参加10月19日にレーテ島東部への砲撃を行った。10月24日の夜、 ジェシー・オルデンドルフ提督率いる艦隊の一部として、スリガオ海峡海戦に参加した。戦艦ミシシッピは、西村艦隊をスリガオ海峡で迎え撃った。戦艦列の機関で、ジョージ・ウェーラー少将が座上したが、なぜか、わずか一戦車に止まった。ミシシッピは、レーテワンでの作戦活動を11月16日まで継続し、その後アドミラルティ諸島に向かった。 12月28日に、レーテ島のサンペドロ湾に入り、ルソン島上陸支援の準備を行った。1945年1月6日に、リンガエン湾での砲撃を開始した。その間に、日本陸軍特別攻撃隊一星隊の一式戦、シュンとされる特攻機が突入、推薦部付近を損傷するが、2月10日まで支援砲撃を継続した。 新珠湾での修理後、沖縄県の中城湾に向かった。5月6日に到着すると上陸部隊の支援を行い、首里城防衛隊に対して砲撃を行った。6月5日に再び、日本陸軍飛行第17戦隊の特攻機である三式戦、飛燕が突入、損傷を受けるが6月16日まで支援砲撃を継続した。 日本軍の無条件降伏後にミシシッピは相模湾に向かった。8月27日に到着すると占領軍の一部として占領業務に従事した。その後東京湾に停泊し、降伏文書調印式に参加、9月6日に帰国のため出航した。テリアミサイルを発射するミシシッピ。ミシシッピは11月27日にノーホークに到着、雑役艦へと、 艦種変更のための改装作業に入った。1946年2月15日に艦種変更され、砲術訓練艦となった。テリアサム発射機を完備に装備127ミリ連装療養砲を増設、さらに旧来の手法は全廃され、代わって艦種級一番砲後に15.2センチ3連装自動砲一機が装備された。その後、ノーフォークを母校として、 新型兵器であるミサイルの運用テストに10年を費やした。1953年1月28日にケープコットでテリアミサイルの艦上発射に成功した。さらに1956年2月にはレーダー誘導ミサイルの最終評価試験の支援を行った。ミシシッピはノーォークで1956年9月17日に退役し、 同年11月28日にスクラップとしてベスレヘムスチール社に売却された。ミシシッピは第二次世界大戦の選考により8個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。